トマトの世話をしている時、脇芽、種子となる、まあ、種子っていうか、まっすぐ伸びる伸ばす方の枝と葉っぱの間に出てくる、脇芽、これをね、チョキンと切って取って、それただ投げてる人もいると思うんだよね。でもそれもったいないんだよね。これから話するのはその有効活用なんだけども、もう知ってる人はいっぱいいると思うんだけれども、その脇芽ね、ちょっと大きくなるように、まあ10センチから15センチぐらいまで伸ばして、それからチョキンと切って、こういう感じで水につけといてみてほしいのね。そうするとさ、こういう風にね、白い根っこが生えてくるの、根っこが。ね、わかるよね、根っこ。この根っこをね、伸ばしてあげてほしいの。まあここまで伸びなくていいんだけども、まあ、分かりやすくするために、これだけ伸びるようにしましたね。分かりやすいよね。本当はここに伸びしてからやると根っこいっぱい切っちゃうからちょっとまああれなんだけれども、まあ、こういうふうに伸びたものを、ポットにでもプランターでもポットでも穴開けてちょっと切れるけどこう穴に差し込んであげると、ちょっと深さ足りないんだけど、まあ、これでいいや。多い根っこは多分勝手に枯れてって生き残ると思うから、こうやってこいつもね根で出るから穴にね差し込んであげて、で土をかぶせてあげると、こうすると新しく苗ができるの。ポットを用意したのもう一個あるから、もう一個ね、ちょっとちっちゃいけどもこういうのでもほら根っこ出てるでしょね。これを刺してあげてちょんちょんと、ね、これで新しい苗ができちゃうの。トマトって無限に増やせるのよ、こうやって。だからこれをねよく教えてくれた、夫婦、まあ、家庭菜園やってるんだけど、家庭菜園って言ってもトラクター持って田んぼもやっててハウスも何個か持っててっていう人なんだけれども、山も持っててね、そういう人なんだけれども、こうやって3つしか買わないんだけども、こうやってこういう風に増やしてハウスいっぱいにトマトにしてるって人いるのよ、ね、こういう方法、苗の増やす方法ね。だからこうやって水につけておくと根が出て根付きが良くなるんで、無駄になるものが少なくなるんでおすすめなんでやってるんだけども、まあこれまだ根出てないけれども、切ってすぐ畑の脇に刺しといてもそれだけでも出てくるんで、根がついて苗になってくるんで、で収穫までいけるんで、もしね畑にスペースがあるっていう人はこういうふうに少し伸ばして切って刺しておいて、でトマトを増やしてみるっていうのもまあおすすめかなと思います。まあ、こういう増やし方もできるんだと、まあ、挿し木ができる野菜なんだということをちょっと覚えておいてほしいなと思って、動画にしました。もしね場所あればやってみてください。